今日のゲスト結城苗さんでございますが、はい、ちょっととても不安そうに、私これからデビューしたばかりなんですけれども、この世界に向いてるかしらというご質問なんですよ。はあね、優しくお答えください。はい。今18歳ですか。はい。20歳ぐらいからもうマイペースが出来上がりますからね。ですから2年間はあだこうだと、まあ芸能界というのは、まあ、皆普通の人たちがそれなりにまあ特色はあるでしょうけど、私のように霊界の人よりは芸能界の人の方がごく普通な人が多いから。そうです、そうです。安心して。霊界の方なんですか。私霊界の方でございました。ですから大丈夫ですよね。ただ2年間はこのその違う人間関係でこう勉強ですね、はい、何でも勉強だと思えばいいんで、うまくやっていけるかいけないかというよりも、事務所の人たちの方がそのあなたにそう思ってるかもしれないから、2年間が勉強期間と。じゃあ結城さんから何人結構です、はい、うちが結構女系なんですよ。はあ。子供がね、男の子じゃなくて女の子ばっかりなんですよ。それも私も一人っ子なんですけど、うん、一人っ子が多いんですよね、すごい。はは。例えばだから、年がうちのおばあちゃんでいうと、年がすごい遅くなってから、年取ってからうちの母親ができて、で帝王切開じゃないけど、そういう感じでっていう感じ で女の子だったっていう。あ。でまたそれで私っていう感じで、結構女系で、あ、なんか面白いんですけど、私もそういうやっぱり女の子とか産むような感じって見えますか。うん、ある程度継承しますね。3代ぐらい、もうあと3代ぐらい続きます。で大体ね、23ぐらいで多分ボーイフレンドに恵まれ、25ぐらいで結婚すると思うんですけどね。はい。でもまあその結婚というのは人生のとっていう一つの過渡期ですんでね、はい、結婚が全てだっていうふうにはなかなか考えられないと思うんですよ。私は、あなたはどっか遠くの方で見てるような感じがして。そうですね、あんまり考えませんね。家庭とかってよくわからないです。そうでしょうね。だからまあ自分でそう切実に思わないんだったらね、無理してそんなに早く結婚しなくてもいいと思うんですよ。まあ、このままでいくと、まあ、23歳ぐらいでボーイフレンドが、まあ、いいボーイフレンドなんでしょうけどね、25でプロポーズで結婚して、まあ、しばらく、まあ、それなりの葛藤があって、先がどうなるかはこれはまあクエスチョンですけどね、あんまり急いで結婚するのはいいとは限らないんで、後になるほどいいんでね、その後に待ってていいというものじゃありませんけど、やっぱりそのドラマが必要ですから、人間ドラマが、はい、だからまあ一人の男性とか、それも一つの自分が通っていくプロセスなんだと考えて、男性だけに生きていくということはどうしてもお腹の奥で素質的に僕はできない人だと思うから、もっと大きな向いてませんか。いや、向いてないとかというよりもっと大きな夢を持ってね、はい、もっと大きな社会でもっと大きなものを見て生きていった方が全般的に基地へ基地へと回っていくと思う。はい、目が小さくなっちゃうと細かいところまで気になっちゃって、いいところが出ないと思うんでね、はい、ですから大きく自分の人生考えて、大きく花を咲かせようという、夢とロマンにこの眼がキラキラ光ってますと、いい方へいい方へ物事がいくから、私は年を取るごとにいいなと思って信じていいんじゃないですか。じゃあとにかくこの2年間は、はい、一生懸命周りの方たちと馴染むようになれるようにね、はい、頑張っていただきたいと思います。